どうも、アキです。栄冠9やっていきましょう。はい、というわけで選抜続きいきましょう。次回は準々決勝ですね。はい、前評判は B でございます。お、ここで前評判見れるんだな。このシステムが未だにちょっとよくわからないですが、まあいいでしょう、いきましょう。さあ、というわけで、おお、練習効率が上がりました。はい、一マスしか進めませんが、全力で進んでおきましょう。まあベーランでもいきましょう。さあ、というわけで大谷の打順をどうしようかな。まあ基本的には4番でいいんですけど、まあ1番も面白いなっていうところで、まあ注目選手次第でいろいろと変えていきましょうか。はい、滋賀、まあ今回はじゃあこのオーダーでいきます。 OK、 試合開始。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで土日2本投稿、さらには平均高評価数が2000超えでパワープロ2018毎日投稿という企画をやっております。この栄冠9、そしてペナントといろいろな企画を考えておりますので、もっとパワープロの動画見たいという方はぜひ高評価、チャンネル登録していってください。さあ行きましょう。で、今日からまたね、生放送でとある新企画を始めるつもりです。すごい、それまた面白いと思うんで、ぜひその動画も見たい、生放送見たいという方はチャンネル登録しておいてください。チャンネル登録してないと生放送見れないんで、ぜひチャンネル登録お願いします。行きましょう。お、ヌードバスがいるぞ。このチームには負けられない。お、4番がスランプ。そして全体的に調子が悪い。これはもうボコボコにしたいですね。ただキャッチャーが田村選手ですね。で、ピッチャーが来ました、山安でございます。はい、本当にそうかな。高速シンカーってことは多分そうですね。はい、よし、行こう。ちょっと盗塁厳しいな。肩は強くないけど、送球が結構盗塁させる能力には関わってると思うんで、送球 A は盗塁にはちょっと厳しい気がするので、ここは初回だしセーフティーで。投げ方がめちゃめちゃ山安だな。よし、 OK、 よし、ここは1、3塁なんで初球走ろう。よし、さあ滋賀、もうここは滋賀なく打つしかない。滋賀ないバッティングを見せてくれ。うわー、いい打球なんですけどね、いい打球なんですけどね。お、ヒットはたくさん出ております。点がまだ2点しか入っていない。これもセーフティーでいきましょうか。うまい、うまし、うまし。5なら盗塁できるでしょう、さすがに。うわー、でも5でもギリギリっぽいな。やっぱ送球 A すごい。あ、岩隈さんだ。なんだ、クイック A か。そうか、岩隈さんのクイック A か。なるほど。さあ、今日は滋賀セーフティーバントでヒットを稼ぎまくります。すごい。セーフティーで3安打か、これで。さあ、今日4番の大谷でございます。ファイト。からの、まず盗塁。クイック A だけど、まあまあまあ、1、3塁なんで OK。さあ、3安打目いきましょう。これはこうだな。くー、ビッグフライ行きたかったね。さあ、ここ追加点欲しいです。走れ、横井。横井性格変えようかな。さあ、笹田。お、これはチャンス。お祭り使って。まあそこダイソー育成枠っていうのもあるし、足遅いっていうのもあるし、両方の意味でダイソー出します。はい、で笹田、ここはバント、自らセーフを狙いに行くバント、完璧。笹田が走れるんならいいけど、走れなさそうなんで、ここも盗塁しよう。選手を変えて盗塁。うーわ、クイックへ、送球へ、やば。1、3塁だから、ここは成功させたかったな。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。まあ育成枠ですよ、ここもね。はい、育成枠。第2球、超えたろ、超えたろ。よし、 OK。 ボールは中継、先行チーム1点入りました。さあ、上地も育成枠。お、平山いいですね。ホームラン打っております。まあ、響き音で、十分そこはカバーできるんで。
さあ持ち前のファイトが前面に出てきます。これで平山もセーフティーだ。This is 阿久山高校 Yes。 そして平山は走ってほしい。よし、ナイスガイ熊谷。ナイスガイ熊谷行こう。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。さあ次の、よしナイスガイ、ナイスガイ超える超える、ナイスガイ惜しい。さあようやく8回に打線がつながったっていう感じですね。 OK 負けないぞ、負けっ。ただも性格変えようかな、熱血か。よし落ちた、惜しい。ただ横井性格変えてもいいですね。はい、でキャッチャー堀江すげえ、堀江こいつすげえ、二遊間以外全部守れる。ここはただ、清田でショートはこう、よし OK ですね。さあ志賀、もうここまで来たら全部内野安打で狙うか。どうね、走れ惜しい4安打。よし完封しよう。で前回ですねコメント欄でいろいろと教えてもらったんですが、その変化球がたまるあれですね、こうやって試合で変化中心とかにして、でどこに変化量が溜まっているんだっていうお話だったんですけど、最後に練習指示した変化球なんじゃないですかっていうコメントをいただきまして、おそらくその説が一番あるかなと僕も思っております。はい、だから今スライダーに入ってるものかな。で時折コメントもらうんですけど、例えばフォークがあとほんのちょいで変化量5になるっていう瞬間あるじゃないですか。でそれを1ヶ月後に見ると、あれ、フォークの変化量減ってるじゃないですかっていうコメントがたまにあるんですけど、あれはですね、そのスライダーとか、例えば他のそのフォーク以外の変化量が上がった時に、相対的に次、フォークが上がるまでに必要な経験点が上がるんですよ。ってなった時に、その、あのグラフでしか表されないんで、その中でちょっと減ったように見えるんですけど、経験値量自体は減ってないですね。単純に他が上がって、より経験値が必要になったと、まあいうところでございます。はい。よし、この試合は素晴らしい。まあ、15本ヒット打ってるならもうちょい点取りたかったな。さあ、徳能つけ。最近試合でよく徳能ついてるので、来ないな。よし、大谷ミート A になった。いや、大谷が本当に二刀流で素晴らしい。いや、なんで負けた時にアイドルなんだ。さあ行きましょう。横井氏が上地、さあどうしようかな。上地行ってみたい気持ちもあるんですけど、横井にして、でオーダー変更で、まあいいか、5番横井でいいか。で4番大谷が前ランナー出てたら走れるし、これでいきましょう。 OK 試合開始。もしも今日の動画がすごい好評であれば、あ違うか、これもう準決勝か、なんだここが準々決勝だったら、明日準決勝決勝とやろうと思ったんですけど、ちょうどいいですね。早いな、なんかもう準決勝か、早いな。明日平日だけど準決勝決勝と2本行こうかなと思ったんですけど、まさかのもう準決勝だった。さあなんか今回の調子園はみん調子園今回の甲子園はみんな調子が悪いですねって言うとしたんですけど、それがつながって調子園になりました。やっていきましょう。今調子園を戦っております。ちょっとどうやって2点取ったんだろう。おホームラン、先頭打者ホームラン、ナイスガイ熊谷からの多田、志賀で大谷は凡退と。
第9、1塁ランナー、キャッチャー、二塁へ。よし、ナイスラン。肩越しにランナー見た。タッチはセーフ、二塁は打った、二塁ランナー、三塁へ向かう。実質バント。先行チーム。よしよし、オッケーオッケー。大谷が打ってないっぽいですが、まあまあまあ点が入ればいいですよ。横井がね、まあ去年から出てること考えるとまだホームラン1本しか打ってない。まあ率はしっかり残してるんですけど、ちょっと物足りないかなという成績ですね。もっと打ってもらおう。おっとっとっと、3点取られた、やばい。やばし。相手が強し、西岡強し、やっていきましょう。ロッテ取らないのかな。よっしゃー、よっしゃー。でもロッテ、なんか西岡とロッテって揉めてやめた感が、ちょっと揉めてやめたとまでは言わないんですけど、なんかそんなイメージがあるんだよな。なんかの応援団とのいざこざとか。おお、完璧なとこ転がした。あ、性格変えてなかった。今思うとこれ代打だな。代打行こう。稲村代打だ。もうこれカードが悪い。あー、まあまあチャンスになったからこれで頼むよ。頼む。うわー、上地に代打出したのに。まあまあサードはいくらでも守れる人いるんで OK です。とりあえずじゃあ日々行っときましょうか。日々進化している日々でございます。さあ、ナイスガイ、熊谷。さあ、このイニング絶対点を取ろう。セーフティー、よし、これセーフじゃない。よし、スクイズもありだぞ。ただ熱血があるんで打たせてもいいですね。もちろん打たせましょう。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。よっしゃー、 OK。 やっぱ秋大会選抜は本当にサブポジいっぱいあるといろいろ回せるんで戦いやすくなっていいですね。さあ、持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。志賀がホームラン6本持ってるんですね。渋い。今のバッティングは渋いです。志賀ナイスバッティングです。先行チーム、クイクイ。よし、とりあえず走ろう。二塁送球はどうだ。よし、久々に大谷がちょっと崩れたな。ただそういう日の大谷は打つんです。ムムム、打つんです、打っちゃうんです。ムムム、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。さあ、日比がこの後新入生入ってきたら一旦アディオス組になりますが、まあまた来年の秋選抜はですね、守備要員として活躍してくれますので、てか来年はもっと守備上手くなってると思うんで、それこそおそらくいい選手になってるでしょうね。はい、うまいサード。うわ、うま、うまし、強し、西岡強し。もう飽きてきた、これやめよう。よいしょ。あ、今思うとさっきの試合伝令使ったっけ。全然使ってなくない？完全に忘れてた。なんか強すぎて。やばし。ノット西岡剛やっていきましょう。よし、オッケー。さあ、ここは抑えたい場面。バッターは嫌いし。来ました、三遊間の。うわ、抜けるか。まあ来年の日々なら取りますね、あれを。来年の日々ならあれ間違いなく取ると思います。ジャンプ、よーし、オッケー、オッケー。さあ、熊谷、ここはDeNA の今永投手が来ましたね。めっちゃ舐めげ方が今永投手ですね。よし、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 落ちる、落ちる。あ、惜しい。お、これ、お、面白いぞ、面白いぞ、面白いぞ。イエス、
ット。オッケー。先頭チーム1点入りました。7対3。勝った。今日多田が大活躍ですね。いや本当にこの多田、熊谷、志賀、横井、ここですね、本当にこの台はなんかこのモブのなんか外野守れる4人、ここが本当に素晴らしい活躍をしているなと。素晴らしい、なんかそれは大和田ほどではないですけど、みんなここがもうまあ文句ないよねっていうぐらいの成績を残しているので、まあ、この強さなのかなと。そこに大谷がいる台ですからね。こんなに外野が充実してる台ないですよね、逆に考えると。外野が充実しすぎている。ここは相手ね、信頼度のことも考えて市村でいきましょう。ちょっと、来年の日々なら取れる。今日大谷が打たれてますね。まあでも本当にずっと言ってる防御率1点台っていうところはずっとクリアできているので、これだけ二刀流で育ててというか、ほぼ野手能力ばっかり上げてて1点台っていうのは素晴らしい。おー、バックバック、平山ちょっと待って、やばい。セカンドランナーまで帰った場合同点か。ランナー二塁三塁となりまして、岸、今日はここまで3打数1安打1三振。頑張れ大谷。パス、よしよしよし、オッケーオッケー、ナイス横井。横井今守備上げてますからね、はい、守備もうまいファーストにしています。サード、よし、日々は守備うまいですから、OK。 うわー、ヒット12本も打たれてるんですね。そりゃ点取られるな。よし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 、甲子園何が起こるか分かんないぞ。しかも横井はダイソー出す枠なので、いいね。ダイソー出そう。で、盗塁さんだし、戸田はクイックいい、まあ、代打出そう。ここはまあ3のうちに走っとくか、3より低くなる可能性あるし、 OK で皆川代打出そう。清田が結構いい代打になってるな。代打清田、清田が清田と足も速いんだな、この選手。セーフティーや、よし、惜しい。さあ、さすが、ここで一発決めよう。笹田はちょっとね、まだバッティング面を上げられてない選手ですけど、それでも3割7分9厘打っている。よし、OK。トレードだったら笹田を通り C だし、もう走れるでしょ。OK。さあここで日々だ、くぅ、日々代打あるよ。ちょっと待って、サードできる人残ってるかな。清田が残ってるな。笹田が、じゃあ堀江がキャッチャーやって清田がサード回ればいいから、これ代打でもいいな。カードが渋いので代打市村いきましょう。ランナー2人、だ渋い、新田行くか。ここで行こう、新田行こう。よし、持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。新田行こう、あのホームラン打ってる新田です。新田、よっしゃ、新田が10割です皆さん。新田、いや二刀流だな本当にこいつ。いやエース候補なんでね、二刀流に育ててないというか、まあ野手転向してないですけど、新田打つな。困った時の新田、あ困ってよ、威圧感つくぞ。ここで打ったら打てよ、平山絶対。よっしゃよっしゃ、めちゃめちゃいいぞ。そして打てよ、5の5で威圧感、平山威圧感はやばいぞ、平山威圧感はやばいぞ。さすがに抜けろ抜けろ抜けろ、走れ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 、惜しい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 、くっそ惜しかったな。あ、まあ笹田がキャッチャーでもいいんだな実際。まあ堀江でいいけど、
笹田でもいいんだ、実際。ファースト矢部、清田がサード。よし、回せますね、この高校は本当に、オーダーが。はい。大谷のちょっととりあえずあれがやばいっすね。球数が。今日は系投ありだな。3点差だし、系投も考えてます。キャッチャー変えたっていうのもあるんでね、もうキャッチャー、B じゃなくなってるので、系投も頭に入れつつ。サード取って、これ取って、オッケー、ナイス、清田。さあ、サードは今年手薄だったので、もともと、バックアップ要員をかなり作っております。くーさあ、もう1点取られたところで、継投しましょうか。150球いきますもんね。ただ育成のことを考えるともちろんできるだけ引っ張りたい。ゲッツゲット、ツーアウトでゲッツ、イエス、オッケー、ナイス。うわー、この試合ヒットやばし。うわ、ただも4安打だと。おお、いいですね、外されても走る。5安打いこう、5安打。これが一番可能性高いか。よし、よーし、オッケー。ヒットの数がとんでもない。壮絶な打ち合いですね、これ。うん、犠牲フライは十分。セカンドランナーもタッチアップできる。 OK、さあ、大谷が5の0だ。えらい率を下げてしまったな。さあ、最後に1本打っとこう。うわー、正面、こういう日か、今日は。さあ、堀江、もう最後の打席かもしれないよ、これが高校生活。流し打ち持ってるんでね、ここでいいですね、最後の打席にヒットを打つと。素晴らしい。いやー、でもやっぱりアディオス組なんていうのはいないんですよ、栄冠ナインにおいて。一つ僕は言いたい、アディオス組なんていうのはいないです。この秋大会、この堀江のおかげで、清田のおかげで、日比のおかげで勝てていますよ、打てていますよ。今カードっていう存在もあるんで、1打席はね、強くなるんですよ、栄冠ナイン。まあ夏大会はね、育ってるんで、もう下級生を出す余裕があるというか、チームが強いんですよ。本当に難しいのはこの選抜秋大会だと。うわ、いいですね、この選抜秋大会をこうして戦えているのは、そう、アディオス組の存在でございます。役に立たない選手なんていうのはいないんです、栄冠ナインにおいて。よし、この矢部でさえ1打席このくせ者を使って、皆さんとんでもない選手になります。矢部君は矢部君でしたね。はい、さあ、大谷150球を超えております。ヒット22本こっち打ってますね。はい、22本もヒット打ってるのに、大谷4番大谷がノーヒット。いやー、できれば大谷を投げさせたい。育成のことがあるんで、7点差ついてるんでね、もう最後の最後まで大谷でいきましょう。完封するわけでもないし、もう育成や、育成や、ゲッツや。おどどどどどどど、笹田送球もいいのにな。やばい、160球いく。で、すぐ甲子園決勝があるって、肩壊すやろ。高校野球ってやっぱ良くないっすね、肩壊すやろ、こんなんピッチャー。これゲームの世界だから笑っていられますけど、笑って見ていられますけど、
堅実にこういうことが普通に起こってるもんな、甲子園なんて。だって今年大阪桐蔭柿木くん準決勝155球投げて決勝も投げたんですもんね。やばし。左 G! 対左投手 G! あぱー左 G だと?いや、これはやっちまったな。いや、左 G はやっちまったな、これ。いや、やっちまった。ピッチャーでもそうなんですね。下がるんですね。てか、そうっすよね。ウルシアラが下がってましたもんね。左 G はやばい。けど、まあ、まだ良かったのは、正直左 E だったので、もともと。2段階も落ちたんですけど、まあ、もともとまでは直せるっていうのは良かったですね、まだ。プロで。いや、でも左 G だと?いやー、やっぱ、対左逆に E、そこでか。対左 E で左ピッチャーばっかりで打ててなかったのかな、この試合。やっぱ、特能ってパワープロ2018は本当大切なんですね。これを見ると、改めて。くぅー、もったに左 G。まあまあ、でも元まで直せるからまだいいけど、これ本当。いや、良くもないですけどね、全然。これ本当に。これがディスイズ栄冠ないんだと。いやー、これがディスイズ栄冠ないんだと、本当に。いやー、いうところですね。はい。いやまあまあ、勝っても負けてもすぐプロいますし。まあまあ、あれですけれども。いやー、これがディスイズ栄冠ないんかと。はい、いう試合でございました。なるへそ。いやー。いやー、左 G にまでなるか。2段階も落ちるか。てかまあ、対左 E だけ、野手の対左 E だけちょっと唯一のね、まあ怪我しにくさをほっといて欠点だったので、まあ直したいなとはずっと思ってたんですけど、ここでそれが来たか。やっぱり皆さん、E とかはなるべく直した方がいいですね。E だけに。くぅー。くぅー。これは久々に結構辛いことが起こったな、栄冠で。性格変えとこ忘れないうちにいつも忘れちゃうから。まあまあ、ごく普通でいいでしょう。あと横井、まあまあ、ごく普通でいいでしょう。はい、というわけでもう仕方ない、直すしかないですね。全力で直しましょう。で、あとただ怖いのが、平山も1個赤とこ持ってるんですよね。他持ってないかな。うわぁ、やばい。早急 F、やべくんもある。で、1年生も入ってくるんでしょ。まあ、ここはでももう全力で止まっていきます。ちょっと無視してたっていうのも一部あったんで、大谷は絶対全力で左 G は直しますと。はい、いうところで、ちょっと引き続き頑張っていきましょう。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。